豊橋市役所展望台から望む吉田大橋吉田大橋とは愛知県豊橋市にある一級河川豊川に架かる橋である一般には豊橋市の今橋町関谷町と下地町を結ぶ国道1号の橋のことを呼ぶが船町と下地町を結ぶ旧東海道の豊橋を指すこともあるもと東海道は現在と違うところで豊川を渡っていたが江戸時代に 東海道が豊橋を渡るルートに定められ、江戸幕府がこの大橋を管理下に置いて、天下橋となった。これが船町側の大橋のルーツである。これが昭和時代になり、国道1号の整備とともに、大橋の東の境中寺が架けたとされるあたりにもう一つの大橋を架けた。これが八丁側の大橋である。この時点で正式に、この東の八丁の橋が、 吉田大橋、西の下流側の船町の橋が豊橋という名になった。なお、豊橋市市名の由来を参照。上流側は、牛川の渡しを間に置いて下條橋が架かる。下流側は、まず豊橋があり、JR 東海道本線、飯田線、および名鉄名古屋本線の在来線の鉄橋や、JR 東海道新幹線の鉄橋を挟んで上、渡し津橋が架かる。そして、 私津橋があり、豊川西河口には、豊川橋がかかる。ありがとうございます。